フラックスはアメリカのカードゲーム。二人以上で遊ぶ。最大プレイヤー数は決まっていないが、6人程度に抑えるのが適当である。出されたカードによって、ルールやゲームの目的自体が目まぐるしく変化する点に特徴がある。フラックスはアンドリュー・ルーニーが制作し、1996年に少数を発売した。そして、1九9八年にアイアンクラウン。 エンタープライズ社より若干外見を変えた第二版が広く販売された。その後、制作者のルーニー自身の会社であるルーニーラボより販売されるようになり、2002年よりカードの変更や追加がなされた第三版が販売されている。日本でも第三版の翻訳版が2005年にホビージャパンより発売された。はじめに手札を3枚持つ。自分の番が来ると、 まず山札からカードを1枚引いて、それから手札から1枚を選んでプレイする。このように時計回りで順番にプレイしていく。場に置かれているゴールカードに書かれた条件を誰かが満たした瞬間、そのプレイヤーが勝者となってゲームは終了する。ただし、ゲーム開始直後の場にはゴールカードが置かれていない。誰かがゴールカードをプレイするまでは誰も勝てないのである。 このゲームの最大の特徴は途中でルールもゴールもコロコロ変わることである。このため誰も勝利条件を満たせずなかなかゲームが終わらないかと思えばある時プレイされたアイテムカードやゴールカードによってあっという間にゲームが終わってしまうことがある。ありがとうございます。